類戦崩壊。金プリラスト M ステニファンはその姿を焼き付ける。無理。9999999。苦しくてどうしよう。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。22日で平野使用26、岸ユ太27、神宮寺ユ太25、 が脱退するアイドルグループ、KNG プリンスが19日テレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャルに出演。5人体制ではラスト出演となったエムステのほかキングプリンス、キンプリなどが SNS でトレンド上位を占めた。 デビュー曲とテレビ初となる新曲の2曲を披露し、番組の最後には司会のタモリと集合写真を撮影した5人。ツイッター上では、その姿を焼き付ける一線を崩壊させるファンが続出した。 く君の最初と最後のマイク持つ手が震えてるのを見た時、時私の涙線は崩壊しました。騎士連がお互いを見つめながら歌うところで涙線崩壊した涙が止まらん少年のに画面僕が抱きしめるさ。無理。9999999、目に溜まってた涙が、ここで崩壊した、紫輝くん、カメラの向こうへ届くよう、手を伸ばしてくれてありがとう。最後、手震えてたね。 4人が辛そうな中、今日一番笑顔でいてくれた。頑張ってくれたんだね。ありがとう。苦しくてどうしよう。などの思いが相次いで投稿された。中日スポーツ。最後の用くんがカメラの奥の皆さん。 言っ,ってくれて誰に見られているかもわからないのにいつもいつも心を込めて歌ってくれてたくさんの人たちに感動を届け続けてくれて本当に感謝の気持ちでいっぱいですビューティフルフラワーの壮大な曲調とバックコーラス5人の声の波長が最高でした w 優太の行きぴったりなユニゾンハモリも心地よくてまた聞きたいと思わせる歌声だなと思いました キングプリンスへのために、キラキラで暖かいラストステージを作り上げてくださったエムステの番組スタッフの皆様、ありがとうございました。放送終了後から2時間以上経ちましたが、まだ放心状態です。キラキラのシンデレラガール。大人になった彼らは輝きがまし美しくて素敵でした。フルで聴けた2番目の歌詞がすごく好きなので聴くなりました。 二曲目のビューティフルファーデシオ君の手と口元が震えるのを見て、やっぱりこの五人が離れ離れにさせられることに悔しくたまらない気持ちになりました。また、近い将来五人で歌える日を願いこれからも応援を続けます。キングプリンスいつも素敵な歌唱をありがとうございます。平野君の手が震えていた。みんなところどころ、目に涙が溜まっている様にも見えた。 悲しくて辛いし、まだまだ5人の金プリを見ていたいけれど、5人の今日の表情を見る限り、一番辛いのは、5周年も迎えることができなかった彼たちなんだよね。いつも感謝の気持ちを言葉にしてくれて、ありがとう。5人の歩んでいく道の先が明るい光に照らされますように。そしていつの日か、繋がる日が来たるといいな。